はい、タミヤの白サフを吹いてみました。白サフは気合いドバッと色が乗るように吹いても下地の色が接着けて出ちゃうところがあるので、高めの圧力で、遠目からちょっと強めの砂吹きみたいな感じで、さーっとこう3回りぐらいですかね、吹いてるとこからどんどんね乾燥していく、どんどん乾いていくんで、こう一回り吹き終わる頃にはだいたい最初に吹いたところは乾燥してる感じなので、そのまま連続で、3回りぐらいですね、吹くとだいぶ白くなってくると思います。で、最後にダメ押しでドバッと色をのせる感じで、白を吹いていう感じで、こんな感じになりますね。はい、で、今回はそれにプラスアルファをちょっと下地でやってみようと思っていて、というのはですね、前々から思ってたんですけど、例えばこういう、こう白主体の色だと、このね、ドアとかボンネットとか、ボンネットはこれ黄色ですけど、筋彫りがあんまり目立たないですよね。で、これはたまたま、黒のボディの上に、この黄色のところはデカールなんですね。でデカールを貼って、で筋彫りのところはデカール切って貼ってるので、下地の黒が出てるんですね、この筋彫りのところで。中途半端に出てるので、黒塗ったりしているところもあるんですけど、でこういう筋彫りの感じが白とか黄色とかね、全然こうないですよね。そこがね、前々からちょっと不自然だなと思ってはいたんです。で思ってはいたんですけど、このぐらいはっきりした筋彫りの線がこっちに全体にこう入ってると、ちょっとその筋彫りが目立ちすぎだなと思っていて、今までこういう墨入れ用とか持ってるんですけど、これ使ったことがなかったんです。でこれももうちょっと黒じゃない薄いやつとかも出てるんですけど、これ黒じゃないのか、これダークブラウンですね、出てるんですけど、それにしたって筋彫りがはっきりしちゃうとちょっと目立ちすぎだなと思っていたんです。で、そこを持っていて、でこれも人の受け入れなんですけど、同じく YouTube で制作動画を上げてる鍋さんが、筋彫りに限った話じゃないんですけど、なんでしょうね、影になる部分を、意図的に下地で再現しようとするような手法を使っていて、ちょっとそれ取り入れてみようかなと思っています。どういうことかというと、ナメさんの言い方は、まず一回ボディを黒で塗装してしまって、で黒をペーパーで剥がすように、かけていくと、筋彫りとか例えばこういうダクトの奥とかは研げないわけですよね、ペーパーで綺麗に。そうするとそこに黒が残るんです。でその黒が影、ということで、その黒を残したまま上塗りの塗装をしちゃうと。そうすると黒が残ったところはうっすら暗くなるんではないかというようなことを狙ってそういうことをしているようです。で私もそれをちょっと真似て、ちょっと筋彫りのところだけそれを採用してみようかなと思って、ちょっとこの後筋彫りのところを中心に黒を拭いて、で研いで、
筋彫りのところだけ黒く残そうとしてみます。でその上から白を吹いてみたらどうなるかというところですね。ちょっとやってみようと思います。はい、筋彫りに、沿ってですね黒を吹いていました。ちょっとね何も考えずノーガードで吹いちゃったんで、これちゃんと落とせんのかっていう状況になってしまいまして、で実はもう反対側は落としてるんですけど、こんな感じで落としてます。ちょっとね最初2000番でやったんだけど、2000番だとちょっとね、まあ、2000番じゃなくてもなんですけど、ちょっとエッジが下に出ちゃったっていう感じで、3000番でやってます。で、ね、本当にこんな綺麗に落とせるのかって思うんですけど、結構簡単に落ちるんですよ、うん、ただやっぱりねノーガードはよろしくないな。多少ほらここ下に出ちゃいましたね。まあ多少マスキングしないとね、まあ、こうなっちゃうというところですね、はい、まあでも多少出ちゃったところは本当に多少でもないかな、でもない雰囲気なんですけど、そのままピュアホワイトを吹いていこうと思ってます。まあ、こんな感じでちょっと全体に3000番かけて、この黒を落としていこうと思います。うん、いけそうかな。はい、じゃあちょっと頑張ってみます。はい、こんな感じで、なんとか、まあ、そこそこうまいこと黒を削ることができたかなと思ってます。まあ、ところどころねこういうところとか下に出ちゃったりしてるところはありますが、もうこのまま行こうと思います。はい、ということで、これからピュアホワイトを重ねていこうと思います。さあどうなるってやるんですね。はい、白を吹いてみました。どうですか、結構筋彫りはっきりしてるんじゃないかと思ってはいますが、まあ、不自然な形にはなってないかなと思います。ただねこれまあ、このあとこのカーボンデカールを貼るところは黒で、塗り分けるんで、このドアの窓枠のところの筋彫りは黒く吹いてない、あえて吹かずに、まあ、どうせこの後黒で塗るんでね、なんであえて吹かずに吹いたところと動作が出るかなって思って、こうそのまま塗装したんですけど、白あんま変わんないっすよね、なんかそんな気がしています。効果があったのかなかったのかどうかな、ちょっとよくわかんないなっていう感じかな。まあ、ただBM の Z4 の白いやつに比べれば全然筋彫りはそれなりに目立ってるというか残ってるというか、まあ、見れる状態なので悪くはないかなと思いますね。はい、まあ、ちょっとこれでとりあえず進めます。とりあえず失敗は特になかったかなと。なので、この後、カーボンデカールを貼るこの、窓のところとフロントのここですね、このところを黒で塗り分けて、で1回クリアを拭いてからデカールを貼っていこうと思います。